嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。シントか。さっきとらけ。たぶんたぶんたぶん。トシエテツのコーナー。トシエテツでーす。今日もトシエテツでーす。やってまいりました。ということで本日もね、トシエテツやってきたということで。やってきましたねー。おーおー。何してんねん。待っててよ。ストップオンザストップでしょ。最低も2です。2? 本日もトシエテツに詳しいお方にお越しいただきました。今日も喋っていきますよー、トシエテツを。タマさん。タマさん。どっから出てきたの。呪いの絵画と呼ばれるものを皆さん知っていますか。こういうやつ。ああ、まあそれも一種だね。これムンクの叫び、うん、まあこれもね、呪われた絵画の一つと言われてるんだけど、だよね。うん、まあ呪われた絵画というものはですね、作者が途中で亡くなってしまって完成することができなかったようなことを指したり、もうめちゃめちゃ第三者に向けて恨みとか怨念とかを込めまくって描いた絵のことを指すわけなんだけど、そもそもね、人間っていうのはね、悪いことがこう積み重なってしまうと関連付けたものを考えがちなんですよね。というと、古代日本で例えますと農業するわけじゃないですか。ずっと雨が降らない日とか、これ悪いことじゃないですか。雨が降らないと育たないから。まあそうよね。これを神のせいにしたりだとか、これ呪いだとか、悪いことが続くとそういう呪いみたいなものに考えてしまうわけなんですよ。この呪われた絵画っていうのもその類のものとされているんですよね。え、さっきから左やばくないですか。やばい。何？パツ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 っていうかね、ずっとやばい、動いてんですよ。え、やっぱりやっていきましょう。あーしゃ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 ー。呪われた絵画結構いろいろあるんで、まずはちょっと有名なものを見せていこうかななんて。おー、はい、うわっ、びっくりした。これ一番怖い時だよ。調子乗ってんもん、なんか調子乗ってんホラーじゃないから怖い。ちょっと前触れがあるからね。じゃあちょっとこれを見ていただきましょう。これです。うわ、ムンクいるでしょ。はい、ムンクのサビが描いたムンク、うん、ムンクが描いた死せる母と子っていう絵です。で、ムンクってね、5歳の時に母親が亡くなってしまったんですよ、病気で。うん、ムンク。あ、そう、これだからその自分を指してると。これまあ呪われた絵画って言われてるんだけど、どうやら目が動いたりするらしいです。目が勝手に動いたりとか、母親が着ている服同士がこう擦れ合う音とかが絵からするらしい。そうでしょ。そうそうそう、母親がもう怖っ。もうね、なんか超リアルに死人を再現してる。そう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 。とか、あとね、まあこれも結構有名だと思う。何これ、気持ち悪い。何これ、何これ、何これ。これも結構有名なんですね。これはザシスワス・ベクシンスキーという、まあポーランドの画家なんだよね。あ、もう違う画家なんだ。そう、これは違う画家なんだよ。やばいでしょ。これやばい。これリアル。ちょっとやばいでしょ。何これ。タイトルなんだと思いますか、これ。面白い答え言いたいなぁ。言うてます。言いたいなぁ。トヨさん、当ててください、これ。ハンター。違った。あ、期待値ゼロだねー。ゼロですね。当たるわけないです。これね、題名ないんですよ。やばいぞ。そう。ノータイム。おかしいことになってるから。一番怖いんだから、それ。めちゃくちゃ俺にビビるよ。怖いんだよ。怖いよ、マジで。ベグシンスキーは、主に死、絶望、破損、敗退、廃墟、終焉などをモチーフに扱い、不気味さや残酷さと同時に荘厳な美しさを感じさせる画風が特徴。独特の世界観から多くの支持を得た画家である。絵のタイトルをつけると第三者から理論付け、詮索を行われるため、それを避けるために彼の絵は全てタイトルがついていない。これも呪い込められてるって言われてて、これ3回見ると死んでしまう。やめよ。いやいや、もうやめよ。みんな死んでるやん。まあ、まだ1回目だから。まあでもね、これはね、さすがにね、パチだと思うんですよ。はい、まあ3回はね。なるほど。世界中の人はあれですから。じゃあガチのが来るわけだ。おっしゃる通りです。やめよ。マジで。まだもうね、嫌です。今回メインで紹介していくこの絵がとにかくヤバいっていう。メインじゃねえんだ。ヤバいんだ。ベグシン違ったの。で、まあその絵がこちらです。じゃあ待って待って待って、どういう絵よ。俺たちにはなんもない。おー、こちらです。うわー、うわ、何これ。これですね、なんか焼けただれた、見たことあるぞ。溶岩人間みたいな。これ結構有名なのよ。でも知らない。まさかあれですか。何でしょう。何ですか。血で描かれたと言われている。ええ、その通りです。やっぱり作者の血と絵の具を混ぜて描かれたものなんだよね。いや、もう怨念が。じゃあこっちもワンチャンある。
まあこっちもその説あるよね。ちょいちょいなんか怖い感じのやつがあるし、なんか入ってもってる。そうそうそう、ちょくちょく入ってもてるから。これは普通に満ちた男という、まあ普通に満ちてるわな。2010年にイングランドでショーン・ロビンソンという男が持っていたと。持っていたというか、ショーン・ロビンソンいて、そのおばあちゃんの家にずっと保管されてあったんだけど、この人のおじいちゃんが作者なんではないかって言われてるわけ。まあ分かんないんだけど、ね、作者分かってない、作者分かってないんだけど、このおばあちゃんのおじいちゃんなんじゃねっていう説が今のところ一番濃厚なわけ。この作者がその血で書いて、その後に完成させて発狂して自殺してしまったらしい。血で書いたってのは確定なの？血で書いたのは確定。え、確定なの？DNA が検出された的な。そう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 、おばあちゃんから、まあ、子供の頃からそういう話をバン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 されてきたの。ショーンはそういう呪いとか全く信じないタイプで、はい、大人になってからこの絵をその祖母の遺産として自分の家に持ち帰ってしまうと。自分の家に持ち帰って押し入れにしまっていたんだけど、そこから怪奇現象が連発していった。あら、そう、一番最初の被害者はショーンの息子さん。どんどん出てくるの？これからどんどん出てきます。え、まずこの絵をおばあちゃん家から持って帰ってきたその日に、ショーンの息子が階段から転げ落ちて大怪我をしたっていう。その日、まあ生きてる、ね、そうそう、まだ生きてはいます。これだけだったらまあちょっと気持ち悪いけど偶然かもしれない、うん、って思ってたんだけど、この時その息子さんが言うには、後ろから押された気配がしたとか、そんな話があったり、あとショーンの奥さんがなんか寝てる時にやたらとなんか髪触られる感じがしたとか、日を追うごとにどん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 そういう現象が多くなっていったわけよ、うん、だからちょっとこれは怪しいなと思って、ちょっと一回監視カメラを仕掛けることにしたわけよ。ほんとパラノーマルアクティビティみたいな感じよ。ぽいね、好きなやつ。なんとその動画があるんですね。えぇ、やだ、それもやるよ。好きなやつ言うてるからや。だってガチだもん。しかもね、ちゃんと YouTube で見れんのよ、で、俺一回見たけど、マジで怖い。やばい、マジで怖い、本当にね。見んの？見る、見ます、見る、見る、見たい、見たい、見たい。これから見る動画はテロップで貼っておくんで、ちょっと気になる人はちょっと見てみてください。こう調べたら見れます。はい。おお。やあ。ゆっくり。という。おお。ドアが閉まった。出て本物の絵が気持ち悪い。気持ち悪い。てか違くなんで変わってる。血ができてるから日を追うごとに結構黒くなって、黒くなって腐ってくるんだ。で、この様子を見てショーンは呪い信じないタイプだったけど、さすがにこれはヤバいなということで実家に避難します。避難した日にそのお父さん階段から転げ落ちて大怪我。え、階段を、みんな階段だ、はい、呪いが派生していってるというか、もうついていっちゃってるというか。え、絵が置いてんのに。ショーンね、絵を持ってっちゃったんですよ。なんでなんぜ、そう、もうこれなんでか分からんけど、そんなん絶対しないやんって。魅力的なのかね。なんぜでしょ。これはちょっと本当にヤバいっていうことになって、超常現象を研究している施設に預けるわけよ。まあその施設が、はい、チリンガム城というところで、この絵一体どういうものか調べることにしたんだけど、チリンガム城っていうのは、うん、なかなかいわくつきな城で、幽霊がめちゃめちゃいると言われている城なわけよ。なんでそんなとこでわざわざ調べるんだっていう話じゃん。でもこれはちゃんと理由があって、チリンガム城にいる大量の幽霊たちにこの絵についてる悪霊どういうもんなのって聞こうとしたの。すごいやん。そう霊媒師みたいなもんかな。まあ、その霊に聞いてやろうとしたんだけど、問題が起きまして、この絵をそのチリンガム城に持っていこうとした瞬間に、チリンガム城でポルターガイストが大量に起きた。調べるとかそれどころじゃなくなってたっていう。研究者たちは追い出されてしまって、これなんで追い出されたんだって聞いてみたら、この絵に潜んでいる霊があまりにも凶悪すぎて、城にいた幽霊がもうみんな怒っちゃってるっていう。で、この一件から他の幽霊が嫌うほど邪悪なものが取り付いた絵っていうレッテルを貼られるっていう結果になってしまったわけです。今はどこにあるんですか？今どこにあるかは分かってないんだよね。いや、それはないでしょ。行方不明、調べてもね、全然出てこなくて。誰かがもう、そうわ。で、まあそのショーンね、呪い全く信じないみたいな感じだったけど、まあそもそもこんな祖母からずっと言われてる絵を家に持って帰ってくるのも
ちょっと不自然だし、そうだね、でそれを実際に家に飾ったりするのもおかしいし、いつの話、最近は2010年だから、最近近々の話なわけよ。やばくない？なんといっても一番謎なのがやっぱり避難するって時にこの絵を持って帰ってしまったっていうことがやっぱ一番不気味じゃないですか、ね。ショーンはもう呪われていたのかもしれない。言いたいやつじゃん。待って待って、言わせろよ俺に。おい、あなた次第。一番気持ちいいとこやろ俺が。時は止まらない、過ぎていくだけ。